次は、文鳥です。各1羽ずつね、仕入れました。今回はね、少し大きいのを送ってきてくれましたね。まあ、楽じゃ楽ですよ。もうそう、人慣れしてます。もうね、飛びついてくるぐらいになってますからね。もうあとは、もう少しやって、慣らすだけですね。まあ、もうほとんど慣れてます。これがね、白ね。これ桜、これシナモン。これが、シルバーになりますね。今ご飯食べさせたばっかりです。もうそろそろ眠くなってる頃ですね。お腹いっぱい食べてますから。4回目の食事だったんですね、先ほど。はい、じゃあ文鳥はこれで終わりです。